どうも皆さん、ニュキッド登場キノコでございます。念願のブランドのアイテムを購入してきたので紹介したいと思います。そのアイテムというのがバブアーです。私実はですね、ずっとパッチ風コーデみたいな感じでロンドンガールとかこうトラッドとかこうイギリスっぽい服装みたいな感じのことを話していて、その中でもバブアーは絶対一着持っておきたいって思ってはいたんですが、私の中で結構バブアイコールオイルドジャケットのイメージがすごく強くて、欲しいな、絶対1個は持っとかないといけないなって思ってたんですが、ちょっとなかなかこう手を出すタイミングがなかったんですね。でバブアに手を出したわけなんですけども、こんだけオイルドジャケットの話してるくせにオイルドジャケットじゃない、今回ちょっと違うタイプのモデルのジャケットをゲットしたので紹介させていただきたいと思います。すいません、本当はオイルドジャケットも紹介したいんだけど、なんかなかなかこう悩みに悩みすぎて結局まだ手を出せてないっていう感じなんですけど、ちょっとミーハー感丸出しで今日はこちらのアイテムをご紹介したいと思います。シャシャーン。今回ご紹介するのはこちらでございます。私が選んだのはスペイです。それもメンズのスペイのジャケットを選びました。もともとこうフライフィッシング用に開発されてるアーカイブのねスペイジャケットをモチーフにして、タウンユースとしてもこう着やすいようにということで、今回ちょっと着丈をね普通よりも長くされてるモデルのタイプのものです。でこちらね2色展開でチャコールグレーとグリーンがあったんですけど、私は今回グリーンを選びました。今年結構ロングのコートとかはいろいろと買ってたので、ジャケット欲しいなと思って選びました。オイルドジャケットじゃねえのかよっていうツッコミはちょっとやめてください。はい、ということで着用してみました。私メンズのね M サイズを選びました。結構大きいです。先ちょっとディティールからいきましょう。稲ちゃんお座りだよ。前、横、後ろ、手を広げるとこんな感じです。結構大きいですね、やっぱり。で今下に肉厚のちょっとね分厚めのニットを着てるんですけど、それでも結構ゆとりがあるくらいパンパンにはならないです。着丈とあと腕もね結構長いので着られてる感はちょっとあるかなとは思うんですけど、着こなしによったら全然多分着膨れにして見えないんじゃないかなと思います。首元がねこんな感じになっています。コーデュロイですね。でスナップボタンがついています。こういう風にして、はい、こんな感じで首元は上に上がってチンウォーマー外すと襟付きですね。こちらがスナップボタンになっていて、ちょっとさっきお見せしてなかったんですけど、実はねこちらゴールドのチャックになってます。で生地ですね、こうチェックになって混じっています。ボタンのところがバブアーの紋章というかロゴが入っていますね。ここにポケット、裏がこんな感じで、手のひらに当たる方面は裏地ついてないのでちょっとチクッとはします。一応これ開けてみます。開けて羽織ると、なんか締めるよりも多分本当にちょっと肩に落として羽織ってあげるとなんかメンズでもそんなに違和感はないかもしれません。で中なんですが裏地がついています。ここにバブアーの文字とあとバブアーのワッペンついてます。かわいいな。一つ何かもし言うとしたら、結構やっぱチクチクがすごいです。ウールなんで K100 なんでちょっとやっぱチクチクがすごいですね。でもなんか嫌なチクチクではないから全然大丈夫なんですけど、中にこちらがついてます。これついてると何がいいかって、脇のすごい蒸れがこうなくなるんですよ。結構アウター着てると脇が蒸れたりとかするんですけど、これが空気穴になって、これついてるだけですごいこう通気性が良いというのもついてます。すごいよね。なんかポケットもさ、私思ったんですよ。もちろん結構こう見ると見えるんですけど、ポケットって分かりやすいんですけど、なんかね結構近くでパッて見るとなんか生地と本当に、一緒だからだとは思うんですけど重なって見えて、なんかポケットっていう感じにならない。なんか上品ですよね。フラップポケット、結構皆さんからコメント多かったんですけど、
こう分厚いニットとか分厚いトップスに合わせるアウタージャケットなんか教えてくださいっておっしゃってた方が多かったんですけど、なんかジャケットとかだと結構ここのアームのとことかもゆとりがなかったりするんですが、こちらはね今肉厚のニットを着ていてもここがゆとりがあるくらいなので、それは全然分厚めなアイテム着ても良さげです。まあでもウールなんで結構あったかいからそんなになんか分厚めのもの入れなくてもいいと思うんですけど、でもまあ分厚めのものも入りますよっていう。ってことでせっかくなんでちょっとこれを使ってコーディネートをしていきたいと思います。レッツラゴー。まずはこちらですね、ベレー帽との合わせもすごい可愛いです。なんか私バブアを着る人のイメージがあのビジネスライクとか結構スーツとかちょっとこうダンディーな男性が着てる勝手なイメージがあるんですよ。もうちょっとカジュアルに寄せたいなってなった時にベレー帽とかの相性いいんじゃないかなと思ってかぶったらやっぱり相性良かったですね。ちなみにルトリコチュールのセーター入れてるんですけど、こういう赤とかもすごい映えます。あとはまあもう定番の M65 との合わせも最高です。コーデュロイの部分があの大きいんですよ。襟がないものに関してはこう上から襟出してあげて中からチラッとこういうチェックを見せてあげるのも多分可愛いと思います。でも、ね、結構暑いあのねこのバブの時代がかなりあったかいので、まあ、上から羽織るってことは本当に真冬とかにはなってくるんじゃないかなとは思うんですけど、すごく暖かいです。はい、ってことで以上着回しでした。ありがとうございました。バイバイ。はい、ということで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。今回はこちらのあのジャケットのご紹介でした。まあ、本当に正直あのすごいディティールというかデザインに一目惚れしてあの選んだっていうのが正直なところで、まあ、オイルドジャケットはもちろん欲しいなと思っているのでゲットしたらまたご紹介させていただきたいと思います。まあ、オイルドジャケットはねなんかね一つちょっと言い訳を言うと、あのなんか私レザーのアイテムとか購入するってなるとやっぱりこう長年ついてくるわけじゃないですか。なんか育てていかないといけないって思っちゃうんですよ。なんか育てていきたいから大切にもっともっとしていきたいしっていうので結構こう気持ちが入りすぎる部分もあって、でオイルドジャケットをバーって調べていくとやっぱりこう育てていって経年変化があって自分だけの味が出てくるジャケットになるって書いてたので、もう古着もすごい素敵なんですけどやっぱり自分だけのオイルドジャケットにするってなるのであれば一から自分であのバブアのオイルドジャケットを選んで買ってなんか育てていきたいなっていう気持ちがあるんですよね。でまだまだちょっとこう初めての部分もあるので選ぶ勇気がないというか買う勇気がまだこう定まってない部分もあるので、次ちょっとバブア紹介させていただくときは育てていく覚悟とともに選べたらなと思っております。もし気になる方いらっしゃったらぜひ見てください。はい、いいよか、いいアイテム選んじゃったってことでまた次回の動画でお会いしましょう。今日も見ていただいてありがとうございました。ではお疲れ様です。